昨日投開票が行われた涌谷町長選挙は現職の遠藤徳夫さんが再選後また大平村長選挙は元村議の小川博美さんが初当選を果たしました涌谷町長選挙は現職の遠藤徳夫さんが4028票を獲得し新人2人を破りました昔のように若い人に支えていただく町づくりをしたいと思っております 投票率は55.78%で前回を5.82ポイント下回りましたまた新人同士の一騎打ちとなった大平村長選挙は元村議の小川博美さんが初当選を果たしました大平村で初の女性村長になります女性の視点女性のメリットを加えながら一生懸命 投票率は72.4%で、前回を1.51ポイント上回りました。